ローズガーデンでは合衆国大統領が正式な終戦発表のためロシアのワルシャフスキー大統領と記者会見を開いています。今日という歴史的な日に2つの偉大な国家の代表が手を取りここに立っています。戦争とはシンプルなものだ。覚悟を決めて挑むと世界は案外簡単に屈する。なぜ簡単に忘れられるのか。たった一人の意志が歴史の流れを変えてしまうことを。何者だ。囚人627号だ。待ってろよマカロフ。聞いてなかったのかプライス。戦争は終わりらしい。貴様がいる限り終わらない。マクタビッシュ大尉は死んだだろう。教えてくれないか。死ぬまでどれくらいかかった。お前の世界を一つ一つ潰し、お前を見つけるのも時間の問題だ。ええ、そうかもな。こんな装甲で持つのか。時間は稼げる。ニコライ、シスに侵入できたか。やってるさ、アラビア語は久しぶりだ。気づかれてるみたいだな。監視カメラの映像だ。マカロフは最上階の吹き抜けにいる。決着をつける。ここがマカロフの墓場だ。Thank you.
エレベーターを。了解、今送った。Thank you.